私やっほ、キアナだよ。テレサはブローニャを呼び起こす方法を探すため、中央教会堂データベースによって作られたバーチャル空間に入った。私はこっそりとその後をつけて、一緒にデータで作った第二次崩壊の戦場にやってきたの。この空間で私は第二次崩壊時のテレサとクソパパの AI に会って、それから、小さい時に亡くなったママにも会ったの。私はみんなと一緒に戦って、第二律者を追ってシベリアのバビロン実験室の前までやってきた。気をつけて、強烈な崩壊エネルギー反応だわ。第二律者は中にいるはずよ。テレサちゃん、キアナ、準備はいい？絶対に油断しちゃダメよ。はい。やっとママと一緒に戦える。いいところ見せなきゃ。ふん、実に面白い。まさかこんな展開になるとは、僕の予想を上回ったよ。二人とも彼女を見逃さないように。はい、大司教様、お任せください。承知。ここが実験室の内部？どう見ても監獄にしか見えないけど。ここは大司教様がご自身で管理をされているの。私も実験の詳細は知らないけれど、なんとなく変な感じがするわね。あ、セシリア様もそう思う？それは置いといて、今は早く第二律者に追いつかないと。え？せっかくママとお話できたのに、テレサは余計なことばかして。ウォーミングアップから始めようかしら。上層に行けるね。ダメだわ、このエレベーターはロックされている。カードキーがないと起動できないみたい。この近くにキーがあるかもしれないわ。探してみましょう。あれ、大司教から連絡が。何？あ、テレサちゃん言って。大司教様なりの考えがあるんだと思う。でも安心してよ、テレサ。私もいるよ。セシリア様は私が必ず守るから。分かった、頼んだわよ、キアナ。キアナ、キーを探しに行きましょう。手分けして近くの看板を見て回りましょう。あんまり私から離れないでね。うん。ラッキー、テレサがいなくなってこれでママと二人きりだよ。堂々と私を見てもいいのよ。だって私もあなたを見ているもの。あなたの前では、あっ、せっと、せい、あっ、せっ、やっ、あっ、せっ、やっ、やっほー、あっ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 、あたしの番ね。あたしとける。うん、ここにはキーみたいなものはないみたいだな。ダメだな、ここに何かある。なんだ、破れた汚いノートじゃん。何何何この字、私の字より汚いよ。医者は今日から日記を書けと言った。私は日記を書いたことがない。何を書けばいいのかな。医者？ここは病院なの？今日の治療も辛かった。でも医者はストップはダメだって。治療がストップした子はみんな医者に連れて行かれて戻ってこない。怖い、連れて行かれたくない。もうこの小さくて黒いカゴの中にいたくない。
ママに抱っこしてほしい。ママ、どこにいるの？あれ、続きが破られてる。この日記の持ち主は子供なのかな？ママと別々になっちゃってかわいそう。あ、待って、この先にも何か書かれてる。ママ、会いたいよ。でも、泣くのは我慢する。絶対に泣かない。私にはママが教えてくれた魔法の呪文がある。悲しい時、ママはいつも耳元で魔法の呪文を唱えてくれた。心の中で唱えれば全ての願いを叶えてくれる魔法の呪文。ママに合わせてくれる魔法の呪文。イッヒリーベディヒ。あれ？私、なんで読めたの？意味もわからないのに。どうして読み方がわかるの？キアナ、何か見つけたの？セシリア様、これを見て。日記？見せて。この塔でこんなことがあったなんて。でも、バビロン実験室が医療機関だなんて聞いたことないわよ。じゃあこの子は一体。あ、頭が痛い。何、頭が痛い。何かが私の頭の中で。目を覚ました、キアナ。あれ、セシリア様、何が起こったの？あなた、日記を見て急に倒れたのよ。大丈夫？具合悪くない？大丈夫だよ。ちょっと頭痛がしただけだから。この日記を読んで昔のことを思い出しちゃったの。昔のこと？私も小さい時にママと別れたの。だからこの子の気持ちがわかるの。心が空っぽで誰にも頼れなくて。かわいそうな子。え？恥ずかしがらなくていいのよ。私の腕の中で少しお休み。ありがとう。ま、うん、違う。セシリア様。堂々と私。少し良くなった。あ、うん、もう大丈夫だよ。他の部屋も探してみよう。そうだ、日記も持っていこう。でも日記に書かれた呪文、さっき読んでた時、心の中でママに抱っこしてほしいと思ってたら本当に叶った。嘘でしょ？まさか本当に願いを叶えてくれるの？ついてきて。私、弓が似合うでしょ。可愛らしい子たちね。ふんふん、あっ、ふっ、やっ、やっ、ふっ、ふっ、やっほー。ふっ、はっ、ふっ、はっ。私の番ね。エイリー、もっと食べてみたいわ。この部屋は他と違うみたい。監視室かな。ベッドの上に変なカードが。なるほど、これがエレベーターのカードキーね。やった、これでママに褒めてもらえる。あれ、紙もある。これは日記から破られていた部分。体がどんどん痛くなっていく。医者は検査をすると言って、私をテレビがいっぱいある部屋に連れて行った。私はテレビが大好きなの。ママに抱っこされて気持ちいいソファーで見るテレビが好き。でもこの部屋のテレビは変な数字しか映さない。つまらない。それに苦しいよ、ママ。
ママとの楽しい記憶がこんなになっちゃってかわいそうに。でも私はママと一緒にテレビを見たこともない。いいな、ここにテレビないかな。でもソファーがないのもダメだよね。イヒリーベディヒ。ダメダメ、何してるのよ。もう時間がないんだよ。でももっとママと仲良くしたい。もう一回だけわがままを言わせて。ママと一緒にテレビが見たい。ううん、それだけじゃダメ。ママと一緒にゲームがしたい。イヒリーベディヒ。何も起こらないよ。頭にきた。やっぱり嘘じゃん。私バカみたいに。いいや、早くママにカードキーを持っていこう。私弓が似合うでしょ。あれ、ママはまだ戻ってきてないの？ちょうどいいや。今のうちにエレベーターを起動させたら、ママは絶対に私ができる子だって思うよ。コンピューターにカードを差し込めば。ビジターデータを検知。3級権限、認証開始。やった！これでエレベーターを動かせる。エラー警報、コア権限なし。認証完了できません。え？違法侵入を検知。権限凍結、システムロック、カウントダウン開始。10、9、8。なんで、どうしてよ。ダメ、復旧して。ここで終わっちゃダメ。コア権限検知、認証完了。起動システム読み込み中。え？これはゲーム？私と一緒にいるのは楽しいでしょう。私もそう思う。キアナ、ここで何をしているの？あ、セシリア様、コンピューターにキーを差し込んだらこんなのが出てきちゃったの。どうしたの？見せて。これはガレンファンタジーゼロじゃない。これはね、光のバルキリー、カレンの恋人オットー、ペットのホムの3人が世界各地を冒険して、最終的に暗黒の力で大陸を支配する東の妖狐を倒し、カレンとオットーが結ばれるゲームよ。カレンファンタジーシリーズの3作目で、全2作の優れた点はそのままに、さらにパワーアップしてるの。グラフィックもすごく良くなっていて、ジョブが23種類もあるのよ。さらにオンラインランキング機能もついているの。私の一番好きなゲームよ。なるほど、このクエストをクリアしないとエレベーターは起動できないみたいね。え？そんなのありなの？驚いた。このゲームは大司教様が開発したゲームで、リリースはしていないの。でもこれを実験室のセキュリティに使うなんて、大司教様らしいわね。天命の大司教はゲームも作るの？大司教様の好みが多分に入ってるけど、これはバルキリーの集中力と反射神経を鍛える訓練用プログラムなの。だからスコアランキングもついているのよ。ついでに言うと、私はランキング1位なの。大司教様がずっと1位だったけれど、始めてすぐに追い越しちゃった。それでバンされちゃったけどね。大司教の心は本当に狭いね。まあまあ、キアナもプレイしてみて。注意点は私が教えてあげるから問題なくクリアできるはずよ。うん。
が起動したわ。キアナ、よくやったわね。これで先に進めるわよ。楽勝だよ。うわあ、私夢でも見てるのかな。あの呪文本当に効果がある。やった。私ママと一緒にしたいことがまだいっぱいあるの。何ぼーっとしてるの館長。私の番ね。これで今月のノルマを達成できるわね。出発よ。外れよ。よっ。ここが制御室のようね。キアナ、ちょっと待っててね。上に続く道を開けてくるから。分かった。ママと一緒にいられるならいくらでも待つもんね。ついてって。ちゃんと私を見てて。日記の呪文がこんなに効くとはね。次は何をお願いしようかな。でも日記の子はどうなったんだろう。ちょっと気になるな。こっちのコンピューターに記録とか入ってないかな。これは1999年11月2日、崩壊エネルギー耐性 B 級の実験体2体が実験中に死亡。崩壊エネルギーの残留を防ぐため死者の焼却を提言。また51号実験体が比較的良い適応性を見せた。すでに51号をセーフハウスに移し観察を行っている。観察の結果、51号を他の実験室に移し、さらに実験を進めることに決めた。すでにその家族に偽の死亡通知を送った。家族は疑問を持っていないようだ。引き続き家族の監視を続ける。もし必要なら強行手段を取っても構わない。これを見て。これはバビロン実験室は治療名目に人体実験を行っていたの。まさか第二律者の目的は崩壊反応炉だけじゃないの。セシリア、第二律者はまだ片付かないのか。おっと、大司教様。律者との戦闘中であることを忘れていたんじゃないだろうな。第二律師は実験室の崩壊エネルギーで強くなっている。長引くほど君の勝算が低くなるぞ。それは分かっています。これ以上時間を無駄にするな、セシリア。僕は勝てない戦はしない主義なのだよ。早く律師を倒す方法を見つけた方がいいぞ。君すらあの律者を倒せないというのなら、崩壊核分裂ミサイルで実験室ともども律者を爆破するしかない。そんな。そうなってほしくないのなら早くいい知らせを聞かせてくれ。わかりました。え、ミサイルで実験室を破壊する気なの。大丈夫よ、キアナ。私たちが急げば問題ないわ。私に考えがあるの。そのためにはちょっと手伝ってほしいんだけど。キアナ、さっきのエレベーターに乗って地下にある動力室のブレーカーを落としてきてくれない。それで上層に続く道を開けられるの。わかった。出発よ。どうしててめえはここにミサイルを撃ち込むの。待って、確か前に夢の中の声も言ってた。第二律者との戦いでママが失敗することを恐れた天命がミサイルを発射して、それでママが第二律者の道連れになったって。
そんな、まさかママが。ダメ、そんなの絶対に許さない。どうして動かないの？まさか私に見とれてた？嬉しいわ。私とケビン、あなたはどっちの方がすごいと思う？ウォーミングアップから始めようかしら。やっ、はっ、はっ、はっ、私の気持ちちゃんと受け取ってね。これから、やっ、お花をあげるわ。なんで見つからないの？くそ、もう時間がないのに。そうだ、日記にブレーカーの手がかりとか書かれてないかな。今日医者に地下のセーフハウスに連れてかれた。今日からここが私の新しい部屋だそうだ。私は2ヶ月後に他の病院に移されるらしい。医者はママが遠い遠いところに行ったと言った。だからこれから長い間ママに会えないと。ちゃんと治療を受けないとママに会えない。嘘だ、絶対に嘘。ママが私を置いてどこかに行くはずがないよ。ここにいちゃダメだ、逃げ出さないと。ママ会いたいよ。もう何の関係もないじゃん。それにここはセーフハウスなの？ママは動力室だって。ママが嘘をついたの？待って、そんなことないよね。これからは二人の時間よ。なんで？エレベーターがまた動かなくなった。動いて、早く動いてよ。騙してごめんね、キアナ。セシリア様、早くエレベーターを開けて。キアナ、あなたはセーフハウスにいて、実験室がミサイルによって破壊されたとしてもそこは安全よ。いや、私も一緒に戦う。私を信じてないの？大丈夫よ、私が戻ってくるまで安心してそこで待っててね。ダメ、ここから出して。ママ通信を切られた。ここで待ってるわけにはいかない。近くにエレベーターのキーがあるはず。ママ待ってて、必ず助けに行くから。その後ろ髪が乱れてないか、私の代わりに確認してくれない？ウォーミングアップから。可愛らしい子たちね。ロマンス。
チックな気分になってみない？落ち葉や新雪を踏む感覚は好き？あ、ピンクの様子。ここをもっときれいにしましょう。ここはセーフハウス、エレベーター。ママに閉じ込められた。どういうこと？さっきまでのは全部私の夢なの？よかった、ママはまだ生きてる。違う、ほっとしてる場合じゃない。急がないとママが第二列車に殺されちゃう。こっちがダメでも他の道があるはず。その後ろ髪が乱れてないか、私の代わりに確認してくれない？日記の子、セーフハウスに抜け穴を掘ったのね。ここは実験室の入り口ってことは、あの子は逃げ出せたんだ。よかった。って、ほっとしてる場合じゃないよ。早くママを助けないと。ついてきて。ウォーミングアップから。強くなっている。やるじゃない。あなた、以前の奴らと違うわね。
思いっきり楽しませてよ。セシリア様から離れろ、このクソ大義律者。こいつ、カバー今よ。おいでなさい。逃げていったわ。でもキアナ、どうしてあなたがここに。セシリア様、一緒に戦わせて。キアナ、ここは危険よ。早くセーフハウスに戻って。嫌よ、私だけ安全なところにいてセシリア様を危険にさらすのは。パパが言ってた、全てをかけて最愛の人を守れって。だから私も全力でセシリア様を守る。私だって役には立つよ。キアナ、あなたのパパは私の知っている人と似ているわね。あなたを見ているとあの人を見ているようだわ。わかった、さっきはごめん。あなたの言う通り、あなたの助けがなかったら私はもう第二律者に捕まっていたかも。キアナは優秀で頼りになる戦士ね。はい。でももう一つ問題があるの。え、何が？キアナ、私はまだ24歳よ。ママじゃなくてお姉さんよ。わかった。私の番ね。ウォーミングアップから始めようかしら。やっ、やっ、やっほー。込められた子供たちはみんなこうなってしまったのかしら。医者は彼女たちの崩壊エネルギー体制を強化するために彼女たちから感情と記憶を奪い、命令に従うだけの傀儡にした。こんなことしてこれじゃ殺したようなものだわ。セシリア様、見て、この空の試験管に051シーリンって書かれてるよ。そう、第二律者もここの被害者だったのね。キアナ、私のお話を聞いてくれる？どうしたの、セシリア様。私ね、夢があるの。この世界には生まれながらに崩壊エネルギー体制を持っている子供が多くいるわ。その子たちのための学園を作りたいの。バルキリーもここの子たちも戦争の犠牲品になるのではなく、普通の人のように成長してほしいの。この塔で起こった悲劇を繰り返してはならないわ。もしあなたさえよければ、私の夢を一緒に手伝ってくれる？セシリア様、もちろん一緒にいさせて。よかった。まずは学園の場所はどこにしようかしら。極東にすごく綺麗な島があると聞いたことがあるけど。もっと堂々と私を見てもいいのよ。だって
私もあなたを見ているもの。外れよ。やっ。ロマンチックな気分になってみない？おっ、やっ！逃げられないわよ。あっ！ふっ、はっ、はっ！こっちこっち！お花をあげるわ。第二律者を見つけたよ。塔の頂上にいる。さっきの攻撃を受けてかなり弱っているようね。今がチャンスよ。全てを終わらせましょう。はい、ついてきて。可愛らしい子たちね。安らかに眠れ、第二律者。いいえ、シーリーさん。やったよ、第二律者を倒したよ。本当に子供みたいね。セシリア様、このままいさせて。もう少しだけでいいから。ええ、好きなだけどうぞ。お疲れ様、キアナ。うん。キアナ、どうしてここに？テレサ？遅かったね。第二律者なら私とセシリア様で一緒に倒したよ。え、何を言っているの、キアナ。ここには誰もいないわよ。またまたバカなこと言わないでよ。私の隣にセシリア様がいるじゃん。え？ママ？このデータ空間にどうやって潜り込んだの？早く一緒に帰るわよ。ここにあるのは、離して！我々の任務が邪魔されないために一時的に退いていただきましょう、学園長。キアナさん、セシリアならここにはいません。え、この声は。委員長、ここはどこ？ママはどこにいるの？最初からこのデータ空間には仮想環境も AI もいません。
最初からバビロン実験室とセシリアは存在しないのです。何言ってるのよ。違う、嘘よ。ママはずっと私のそばにいたよ。私たち一緒に第二列車を通したよ。私ママを守ったよ。ママを返してよ。全てはあなたの幻想にすぎません。このデータ空間に入った時からあなたはずっとそこに立っていました。律者の悪巧みであなたを自分の夢の中に溺れさせたのです。あなたが見聞きし体験した全ては偽物なのです。あなたが探し求め全力で守ったセシリアもシーリンがあなたの切なる願いで作り出した幻影にすぎません。違う、ありえない。そんなの本当のことじゃない。ママはここにいるはずだよ。絶対にママを見つけるんだから。そうだ、あの魔法の呪文がある。リヒリメリヒ、リヒリメリヒ、リヒリメリヒ、リヒリメリヒ。そうだよ、呪文を唱えれば全ての願いが叶う。強烈な崩壊エネルギー反応を感知。いいえ、今回はあなたの思い通りに世界は変わりませんよ、キアナさん。夢から目覚める時が来ました。ここをもっと綺麗にしましょう。ふんはっ、少しずつ、はっ、はあ、こっちこっち、やっ、やっ、ふっ、ふっ、やっ、ふっ、はっ、ふっ、やっ、ふ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 っ、ロマンチックな気分になってみな。滑りて、やっ、うん、私泣いちゃうわよ。これやっ、逃げられないわよ。ふっ、はぁ、大司教様、深さんが目標を捉えました。テレサさんも制圧しました。ご指示を。テレサは僕の可愛い孫娘だ。見逃してあげよう。僕はその子に興味があるんだ。早く本部に連れてきてくれ、デュランダル。了解。アイちゃん、少佐に直ちに出撃の準備をするように伝えて。目的地は天命本部よ。それとブローニャをハイペリオンに移して、すぐに手術の準備を始めてちょうだい。もう時間がないわ。キアナ、必ず助けに行くわ。だって
褒めてあげる。